どうも皆さん、こんにちは、ございます。まずはですね、こちらのコーディネートたちをご覧ください。こちらのコーディネートたちは、今年の夏に向けて組んできたコーディネートたちでございます。で、そうした中で、今回行っていく企画が、現地の夏コーデランキング第2弾ということですね。こちらの企画大変好評でして、まだね実際に夏は来てないので、昔はねウェアの実際のいいね数とかお気に入り数を元にそれを集計してランキングをしていたんですが、事前にですね様々いろんな海外のコレクションだったり、国内のデザイナーズブランドだったり、もうすでに自分自身が実践してそれを客観視している、僕源氏が独断と偏見でつけた夏コーデランキングの第10位から1位を紹介していくという企画でございます。はい。でこの動画、そしてこのランキングですね、元にですね皆さんの中でコーディネート悩んだ時とか、さらにはこれから夏のアイテム揃えていきたいな、でも何を買ったらいいんだろうとかいう場合ですね、今回の動画ぜひですね賢く活用していただければなというふうに思います。そして今回の動画もですね、先ほど WIM のですねサマーコレクションの第2弾のラインナップを撮影し終わったホヤホヤの現地だからこそですね、 WIM のアイテムを使ったコーディネートをランキング化していきたいと思います。30コーデぐらいあるので、それを10位から1位にさせていただきました。ですので昨日の WIM のラインナップ動画見て、うわめっちゃ悩むなって思ってる方も、今回の動画が1ミリでもですね判断材料になれば幸いでございます。このチャンネルではメンズファッション中心に発信していまして、3つのブランドをディレクションしていて、フォーブスアンダーサーティーにも選ばれました僕源氏が17投稿しておりますので、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。では早速いってみよう。サバチャンはい、ということでやってきました夏コーデランキング WIM サマーコレクション第2弾バージョンを行っていきたいと思います。で今回もこちらにですねコーディネートを出しながら解説進めてまいりたいと思います。ということで2023年夏コーデランキング第10位がこちら、細いボーダーのトップスとアイスブルーのワイドデニムを使ったコーディネートでございます。このコーディネート俺めちゃくちゃ好きで、なぜ好きかって、僕の結構スタイリングって中央最多ねスタイリングが基本的には多いんですけども、こちらのコーディネートはトップスはね結構無地の白 T に比べたらボーダーなので、カジュアルのトップスを使っていて、同時にそれにですねワイドデニムを合わせたカジュアルを組み合わせているんですが、タックインというちょっとかしこまった合わせ方を教えることによって、着こなし方はやや綺麗め、使ってるアイテムはカジュアル同士を使っていながら、色味はですねモノトーンプラス一色という程よくカジュアルさが演出できるコーディネートのバランスなので、僕の様々なコーディネートの中でもちょっとカジュアル寄りな印象がすごくね新鮮だったので、こちらをですね第10位とさせていただきました。でよりですね中和を求めるのであれば、こちらのコーディネートのようにモノトーンの中でコーディネート組んで、確かねこの動画公開してるぐらいの時にルーズフィットデニムのブラックが長らくね完売しているんですけども、再販するんですね。でその再販が始まるぐらいのデニムなんですけど、こちらを使ったコーディネートなども、先ほどのねコーディネートよりもカジュアルさが減り、より中和されたコーディネートになっているので、もしボーダーのトップを使いながらコーディネート組みたいんだって場合はですね、この2つのコーディネートを参考にしていただけたら幸いでございます。2023年夏コーデランキング第9位がこちら、全身ダークトーンのタスクインコーディネートでございます。はい、いやこれね好きなんですよ。というのも今年に始まった話ではないんですが、結構ね毎年夏になったら僕がブラックコーデのやり方って言ってね解説してるんですけども、夏のねオールブラックのコーディネートはカジュアルさをプラスするといいんですよ。というのも何を言っていいかというと、ジャストサイズの黒 T に緩やかだけどちょっと細めのパンツで革靴だと、あんまりこういう表現したくないけど、ちょっとマルチ商法的な夏のコーディネートみたいなね感じになっちゃうんですよ。なんですけど、それをですねファッショナブルにおしゃれに着回したい場合は、例えば黒デニムとかサンダルとかバッグを使っていくとか、そういったねちょっとカジュアルさをコーディネートにプラスしていくと、オールブラックのコーディネートでもかっこよくなるんですが、そうした中でこちらのコーディネートは程よくオーバーサイズの T シャツを着て、パンツにですねダークチャコールのドレープが効いたカーゴを合わせて、大好評のゾータウンでも人気のウィムのですねもはや定番になってきたレザーのストラップサンダル合わせて、なおかつそれをタックインしてネックレスを足して黒のね G ショック合わせてる、このね小物使いもカジュアルさをプラスしてるという
点、そしてタックインをしてスタイルアップをしているという点、それがねめちゃくちゃいいんですね。こちらのコーディネート非常に足が長く見えると思うんですが、それがですね1対2のバランスを保っていくんですね。そうすることによって足のね面積が広がってスタイルがよく見えて、結果的におしゃれに見えるよというコーディネートでございます。こちらが第9位でございました。ちなみにこちらのコーディネートタックアウトするとこんな感じでございます。タックアウトしてもかっこいいよね。めちゃくちゃいいかと思います。こちらのねドレープカーゴ結構今後出てくるのでぜひご注目ください。夏コーデランキング第8位がこちら、エンブロイダリーシアーシャツのブルーを先ほどのコーディネートの上に着ているコーディネートでございます。はい、結構ね暗いトーンのコーディネートなんですが、レイヤードタンクトップのホワイトがプラスされているという点だったりとか、さらにはシアーシャツのね絶妙なブルー加減といい、結構落ち着いた色味の中にもどこか遊び心のあるトレンド感のあるコーディネートがめちゃくちゃかっこいいんですよ。でさらにですね毎年ね夏行ってるんですが、夏はその時にトレンド感が非常に重要で、やはりですねみんな半袖トップスにボトムの購入となるわけですよ。からこそそこにですねオーバーサイズを除いたトレンド要素を2個以上足してあげるとよくて、こちらのコーディネートで言うとカーゴボトムを使っているという点、もう1個がそうシアーシャツを使っているというトレンド、この2つのトレンドが乗っかっていることによって今年今季らしさがより増してかなりねかっこいいコーディネートが出来上がるので、ぜひですねこちらのコーディネートを挑戦してみてください。2023年夏コーデランキング第7位がこちら、 T シャツとデニムを使ったコーディネートなんですが、その T シャツがですねハーフジップトップスで、さらにそのハーフジップのジップのね素材感と、さらに、ね、襟があることによって綺麗めな雰囲気も踏襲しながら存在しながらですね、ワイドデニムのカジュアルな雰囲気を中和し合って、お互いがいい意味で掛け算し合ってる感じがねめちゃくちゃかっこいいんですね。このグルカサンダルのね程よい抜け感と、一般的なグルカサンダルってなんかスマートすぎるんですよね。それをですねガツッとシャークソールのボリューム感のある足元に仕上がっているのがめちゃくちゃかっこいいです。なのでハーフジップトップスを今年は着るだけでコーディネートが完成するといっても過言ではないので、ぜひこちらもですねコーディネート悩んだ際はですね真似してみてください。2023年夏コーデランキング第6位がこちら、こちらもねかなり好きなコーディネートなんですが、スーパーファインコットンルーズフィットティーの新色木グレーを使いながらボトムにですねドレープカーゴを合わせたカジュアル感もありつつ、とはいえ色味はグレーで構成されていて、 T シャツは、ね、結構肉厚な素材感に対してパンツはドレープ感のあるという、素材同士の肉厚な素材感ドレープのある素材感のミルフィーユのような大げさに言うとね、そんなね印象がかなり個人的には大好きなコーディネートで、こちらは第6位とさせていただきました。足元もねエアフォースのブラックのねスニーカーを合わせていて、今までの T シャツのコーディネートって極力ミニマルにシンプルに、例えば黒の細身のスラックスとかね割と一般的だったと思うんですけど、それを足元をカジュアルにいかに持っていけるかが重要かなというふうに思いますので、よかったら参考にしてみてください。2023年夏コーデランキング4位と5位同時に発表します。それがこちら、先ほどねブルーのシアーシャツとちょっと、ね、似てるんですが、まず5位からご紹介すると、 T シャツのシンプルに1枚に着たコーディネート楽だし、いろいろね組み合わせるよりかは T シャツで楽に1枚に出かけていくことも楽ちんで好きなんですよ。でそうした時にそれでタックインしてワイドデニムを履くだけで一気にですね足も長く見えるし、本気らしいカジュアルな雰囲気も踏襲しながらコーディネートが組めるので、めちゃくちゃ好きなコーディネートなんですね。そこに上にですね同じくブルーのグラデーションでブルーのシアーシャツを合わせることでですね、シアーシャツってどこか女性らしい雰囲気で僕はね使うことが多くて、それをメンズらしいデニムと合わせることによって中和されたかなりかっこいいコネットが出来上がるので、こちらの第4位と第5位ぜひ参考にしてみてください。第3位のコーディネートを行く前に、惜しくもランキング外というか番外編で紹介したかったコーディネートがあるんですよね。それがこちら、ハーフジップのトップスにメガネを使ったコーディネートでございます。はい、リドムではメガネをね使ったスタイリングとかたまにやるんですけども、あまりウィムではやらないんですよね。再現性がないというか、メガネを普段かけるぜって方の方があんまり少ないと思うんですよ。けどそういったちょっとウィムのスタイリングにメガネをかけても様になる感じっていうのがめちゃくちゃかっこよくて、別にランキング外というわけでもないんですよ。なんだ第1に紹介したかったんだけど、番外編としてご紹介させていただきました。2023年夏コーデランキング第3位が
こちら、これね、かっこいいですよね。9位ぐらいに出てきたっけな、オールブラックのコーディネートにはシンプルになりすぎないように意識しようねなんていう話をしましたが、こちらのコーディネートもね、今僕が着用しているチャコールのシャツを使いながら下に黒のタンクトップを合わせて、そこにネックレスを合わせて、チャコールのカーゴボタンも合わせているからこそ同じグラデーションなんですよ。けどなんかちょっと抑揚があるというか、コーディネートの奥行きがあるっていうのが僕的に好きなコーディネートでございます。で、足元もねサロモンのスニーカーを合わせていて、ちょっと遊び心も入れつつ、シアーシャツを使ってカーゴボトムを使ったコーディネートが非常にクールで本気らしくかっけえので、こちらを第3位とさせていただきました。入賞おめでとうございます。2023年コーディネートランキング第2位がこちら、ゴツめのネックレスを効かせつつエンブロイダリーシアーシャツのこちらのチャコールを使いながらブルーのデニムを使った黄金カラーバランスを保ったコーディネートでございます。で、あとはねブルカサンダルがかっこいいんだよね。しかもシアーシャツを開けてきてもいいし、閉じてきてもいいし、中の方だけタックインしてもいいしという、非常にねコーディネートのバリエーションが数多くあって、かなりかっこいいコーディネートでございます。あとは中に着てる T シャツなしにダイレクトねタンクトップの上からこのように着用してもいいと思いますし、非常に夏の清涼感がありながら今季らしいコーディネートが第2位とさせていただきました。ボトムのねシルエットもめちゃくちゃ活かしてるし、ルーズフィットデニムのシルエットはもうたくさん楽しいんだと、もう少し太いシルエットで楽しみたいんだって方はですね、ぜひこちら5月5日にリリースしますのでチェックしてみてください。はい、ある2023年夏コーデランキング第1位がこちら、おめでとうございます。自分のコーディネートではあるんですがね、ウェイヨーです。これはさすがに、なんといってもですね、このハーフジップのオートミールの色味がめちゃくちゃかっこいいんだよね。それをですねカジュアルなカーゴだったりデニムと合わせた、ほんとシンプルなんだけど、シンプルながらにもかっこいい、こちらのコーディネート非常に楽なんですよ。楽なのに個性もあって根気らしさもあって、襟付きのトップスってね、あまりネットで情報仕入れてない方からしてみればかなりね新鮮なアイテムで、差別化ができるからこそめちゃくちゃかっこいいという、こちらのコーディネートを第1位とさせていただきました。がっつりとジップをね開けてるね感じもちょっとセクシーで楽しんでいただけたらなというふうに思います。で、こちらのコーディネートなぜバランスが取れているのかというと、全体的にね色はですねモノトーンで構成されていて、 T シャツのシルエットとさらにはパンツのシルエットがカジュアルなんですね。しかもアイテムのカテゴリーもかなり肉厚で、さらにはボトムもねデニムだったりカーゴボトムとカジュアルなんですが、ジップの襟付きのデザインだったりとかカーゴパンツのドレープ感だったりとかがかなり綺麗めだからこそバランスが取れているというコーディネートでございます。ぜひですね夏のコーディネートもし迷いましたら、こちらのコーディネートを参考にしてみてください。ということで今回は2023年夏のコーディネートランキングを WIM の2023年サマーコレクションの第2弾のアイテムを使った上でコーディネート組んだものの中から第10位から1位をご紹介させていただきました。今回の動画が少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。荒井さん。